マモちゃんマモちゃんは、ファンタスティックビーストとマモ使いの旅のジャパンプレミアに参加させていただきました。おー参加したんだあ、レッドカーペットの外でしたが、<laughs> 落選したので <laughs>、あ、近くにいたのね。マモちゃんが来ると告知されていなかったので、登場した時はめちゃくちゃ驚きました。そうだよね。黒のジャケットスタイルに杖を持ってレッドカーペットを歩くマモちゃん、とっても可愛くてかっこよかったです。周りの方々も、めちゃくちゃかっこいいスタイルすごくね ダルタニアンやってた人だなどと話されていましたよ <laughs> そこ知ってるんだありがたい当日はあいにくの天気でしたが、すごい盛り上がりでしたね。エディー・レッドメインさんたちのお話を聞いて、さらにファンタミが楽しみになりました。絶対に見に行きます。まもちゃんはエディーさんとお話しされましたか多くの方が登場されましたが、当日の裏話などありましたらぜひお聞かせくださいと。あとこんなメールも。えー、ラジスマネーム、モップスさん。えー、レッドカーペット。まさか2回目おめでとうございます。2回目ですよ、2回目。いや、ほんとそうだよね。 二年連続ってことだもんね。なんだか前回よりは緊張していない気がしました。<laughs> 大人になっただろう。<laughs> 前回の白マモに続き、今回は黒マモでしたね。どっちも大好きです。何よりも、マモちゃんの笑顔が眩しい。たまんねえ。あ、ところで宣伝大使の大悟さんと何かお話しされましたかと。なるほど。レッドカーペットね まあ、ファンタビー公開されてるので、ファンタビーを見ましたっていう方々のメールもね、あの、たくさん来てて、紹介しようかなと思ったんだけども、今日はちょっとレッドカーペットの話をじゃあしようかな。ねエディさんとお話しされましたかとか、ダイゴさんと何かお話しされましたかとか、裏話ね。いやねエディよ。まあ、AD、エディ。エディね。かっこよかった。 なんか最初さ、レッドカーペット歩けるってことになった時も嬉しくって、興奮してたんだけど、なんかその後なんか制作の方々がこう、もしかしたらエイディに会えるかもしれませんので、みたいなことをね、なって、で当日、こう裏で会えるような時間を作っておりますので、とか言って、えーな、つっ 楽しみにね、もしかしたらあるかもしれないっつって言われてたから楽しみにしたけど、まさかまさか本当に当日どうにかなるか、どうなるかわかんないじゃん、ああいうのってね、当日の動きで。でも本当にね、会ってきました。エディ・レッドメインというか、キャストの皆様方、みんなと会ってきて。うん。で、ちゃんと通訳の方がね、一方一方ね、丁寧に丁寧にね、あの、紹介してくださって日本語の吹き替えを、してる方なんですよ、って言って。で、みんな気さくにもう、わー、みたいな。 歓迎してくれた。出会いをね、喜んでくれて。監督とか。うん。お話ししてくれたの。あの、うん。声をしてるんですけど、素晴らしい。みたいなこと言ってくれて。で、ついにですよ。来た。ブルーのスーツで。爽やかな。エディレッドメンが。僕の前に来て。いや、もう感動だったね。ニコニコもうずっとニッコニコ、めちゃめちゃいい人。あの、 なんか、交通薬の人がね、取り持ってくれたんだけど、僕の作品のなんか、吹き替えやってくれてんだね、っつって。全部やってくれてんのっつって、あ、いやいや、この作品なんですけど、って言って、あ、そうなんだ、みたいな話。えー、そうなんだ、ニュートみたいな髪型だね、って言ってくれ。あ、そう、そうなんです、っていうことしかできなくて。なんか、柴田さんと一週前にね、話してた時は、I'm your voice って言ってくるから、みたいなことしてたんだけど、そんなことは全然言えずに <laughs>、ただただ感動して握手して、 あの写真撮ってくれますかつって写真撮って <laughs>。そう、そしたらさ、海外の、何海外のあれ、ポーズなのかな指さすやつ。うん。なんか僕普通にこう、イエーイみたいな、なんか親指立ててイエーイみたいなのやってたんだけど、エイディがこうやってやってるから、あ、何それかっこいいと思って真似したの <laughs>。で、2枚撮ってもらった。イエーイ。<laughs> すごいハリウッド俳優と並んじゃって、ハリウッドスタート。いや、もう、格が違うね。もう、顔がもう、ちっちゃっ。いやー、オーラがすごかった。いや、感動した。こんな日が来るとは。いやー、まだまだ僕もね、えー、頑張りますよ。<laughs> なんかそんな気持ちになりました <laughs>。 そうそう、裏で大悟さんともね、いっぱい話して、エディ待ってる時に、あの、大悟さんが楽屋にいらっしゃってま、まず、DAIGO さんとたくさん話してて <laughs>、なんか、まあ g o さんに会うのもすんごい久しぶりだったから、ちょっと、ね、話そうと思ったら、あの、待ってる間、もうなんかもう2、30分ずっと話し込んじゃって、二人で <laughs>。なんかすごい盛り上がって、なんか、なんかね、一緒にやろうよ、みたいな <laughs>、うん。楽しかったな。